それなら、明日の朝は学校で待ってるよ。遅刻だよ。遅刻だよ。
落ちちゃったよ。僕、木登り得意だったのに。でもね、今は全然痛くないよ。僕、どうなるのかな。でも、動けないと遊べないね。また僕と遊んでくれる？嬉しいよ。約束してくれる？だったら指切り。動かないよ。動かないと指切りできないね。僕、バカだよね。
何これ、プレゼントみたいな包みだね。あ、そうなんだ。誰のプレゼント？もらっていいの？本当に？本当に本当に僕がもらってもいいんだよね？全然いらなくないよ。すっごく嬉しいよ。ねえ、開けてもいいの？うん。あ、これってカチューシャだよね。返せって言われても返さないからね。そうだ、今度会うときはこれつけていくね。うん、約束。起きてる？
けていい？おはよう。遅すぎるんだよ。もう学校もとっくに終わったよ。朝も起こしたんだけど起きなかったから。これ、修理できたから持ってきたんだよ。結構苦労だったよ。どうかな？ほとんどが代用品になっちゃったけど、いいよね。うん。今から？泊まり？うん、分かったよ。お母さんには私から言っておくね。いちごサンデー。
食べて学校行くよ。急に出てくるからびっくりだよ。偶然だね。気にしたらダメだよ。おかしなこと言ってるよ。僕だってこのうちの家族なんだから、いるのは当たり前だよ。ね、実はあきこさんにクッキーの作り方を教わるんだよ。うぐー、そんなことないもん。あれは7年も前のことだよ。それは作り方を知らなかったからだよ。今日はちゃんとあきこさんに教わるもん。大丈夫だもん。もちろん食べてくれるよね。うぐー、そんなにはっきり言わないでよ。どういう意味だよ。今日のは一味違うよ。本当？うん、僕頑張るよ。だから、僕のクッキー、楽しみにしててね。